年後の私にタイムカプセル。今日は杉田にある海釣り公園、こちらを見学してみたいと思ってやってきました。どんなところか行ったことがないので景色だけ眺めてみよう。では行ってみよう。はい、やってきました、杉田の港。これ生まれて初めて来る。左側がね、あの357号線。釣り餌売ってるってことはお魚釣りをする人が多いのかな。南横浜火力発電所が見えます。目的地はずっとあっちにある海釣り公園、海の先っぽに突き出してる場所、ぜひ一度行ってみたいと思います。今ね、海で釣りをしてる人に話を聞いたら、何が釣れるんですかって聞いたら、アジとかイワシ、タチウオなんかが釣れるんだって。なんかそうやってあの食えそうな魚を具体的に聞くとなんか魚釣りしたくなるよな。10年後の私はぜひチャレンジしてもらいたいものですね。はい、海釣りやってきました。やってきたのはいいじゃない。意外にね、あれ景色が悪い、思った以上に景色が悪い、ということで、思った以上に景色が悪いですということで、今日はもう帰ることにします。さっき見てきた、南部の水処理場、あのトンネルじゃねえか、煙突ね、あそこからちょっとバックしてきました。やっぱりね、こうやって遠目で見てもなんかすごいでかい煙突やね。それから南横浜の火力発電所があって、でその先に、釣りセンターがあると、ここさすがに海に近いだけあって風が強い。でこれを振り返ると、塩田冷蔵とか、それからね、ここのでっかいタンクがね、これあの宇部セメントだよね、宇部三菱セメント、という、だからセメントのタンクローリーじゃない、なんて言うんだけど、コンクリートミキサー車がね、いっぱいこの辺集まってます。いやー、なんかいろいろな建築を支えてるなっていう、そういう場所を感じますね。すごいね、海釣りの人もいるし、セメントもある、そして発電所があって、下水の処理場もあると。いやー、こう初めて来たけど、なかなか工業の力を感じる場所です。はい、ということで杉田の釣りセンターにやってきたけど、結局見れなかったという動画でしたけども、つまんねえな。10年後の私はこういうところにもたまには来たりするんでしょうか。ということで、10年後のあなたにお伝えしました。それでは本日の動画はこの辺で、ではバイバイ。ダメだな。おお、面白い、これすごい勢いで質問が、怖い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 よー。